シェルエコマラソンの競技車両ホシューリアファンバーグ、シュラック・スペクトイコラナー一低燃費競技の記事では、世界各地で開催されている、ビークルの燃費を競う競技会等について述べる。1980年代まではもっぱら石油を燃料とした熱機関を原動機とするビークルで競われていたが、1990年代に始まったワールドエコノムーブのようにそれ以外のエネルギー源と、 動力方式によるものも増えている。オイルショックを契機として、石油の消費に関する関心が高まり、各国でこの種の競技が開催されるようになった。ライトチューン程度の市販車によって競われることもあるが、著名な大会では、燃料を有効利用するために、空気抵抗を低減するカウリング、転がり抵抗を減らすための補足、高圧なタイヤ、 質量を減らすための複合材の使用など、レギュレーションやチームの総合力にもよるが工夫が、凝らされた車両とコースごとの適切な加速ポイントの把握と、可能な限りブレーキを使用しない運動エネルギーを無駄にしない操縦との総合により、リッターあたり数百キロメートルを超えるような高燃費走行が行われる。一般的なモータースポーツと比較し、 参入がしやすいという側面もあり、工業高校や高等専門学校、大学の工学部等の学生といったチームも多く、またいわゆるワークス的チームでない愛好家の参戦もある。レギュレーションは概ね統一されているものの、細部においては大会によって異なる場合がある。観点にもよるが、ソーラーカーレースなどもこの競技の一種とも言える。ありがとうございます。